こんにちは、速稼塾の久保です。今でこそ速稼塾の久保というふうに名乗っていますけども、私はですね、47歳でしょ。今7年前まで私はね、麻雀店の親父でしたよ。で、それまで麻雀しかやってこなかったです。2015年に最後の店を閉めたんで、そうですね、5年前ですか。5年前まで私麻雀しかやってなかったんですね。麻雀しかやってこなかった。もう朝起きて麻雀ですよ。で、一日中麻雀やって、深夜12時閉店時間に麻雀終わる。狭い店舗の中から出ることはないと。窓はない、換気も悪い、タバコの煙もんもん、麻雀用語しか使わない、世の中で何が起こってるのかわからない。もちろんパソコンなんてとんでもないです。麻雀しかやってこないですから、麻雀牌掴んでこれですよね。今の私の暮らしに麻雀の経験は全く役に立ってません。で、そういう暮らしを私は43歳までやってたんですよね。麻雀だけの人生ですよ。どうですかね、43歳まで何にも未来につながらない麻雀しかやってこなかった人生で、今47歳速稼塾の久保です。不思議ですね。私がいくらね、そのネットビジネスやったやったって言っても、ほんと数年のことなんですよ。で、私の経験としては7年ありますけども、じゃあ7年やらないと結果が出ないのか、そんなことなかったです。最初の1年目から最初の1ヶ月目、35日目ですでに80万を手にしてですね、それからというものを月収100万前後が変わったことはないですね。で、さすがに2年ほど経つと月収が200万以上になって、300万も何回かいったということです。で、それに引き換えね、労働時間、作業時間は反比例して減っていきました。最初は私は素人でしたから、当然ですけども、むちゃくちゃやり込みましたし、多くの人の悩みにやっぱりね、向き合ってきました。誰よりも人の悩みを聞いたと思います。私は自分の悩みを人に話すことはありません。でも誰よりも人の悩みを聞いて、聞いた分だけ解決してきました。それだけの人生ですね、うん。で、例えばネットビジネスをね、やるときにホームページってやっぱり必要ですよね。まあ、ですんで、ホームページを作る方法というかね、本を買ってきてホームページを作りました。非常に簡単だったです。私が作ってるホームページはジンドゥっていうね、ドイツ生まれの KDDI がサポートしている無料のホームページ解説スペースです。そのジンドゥを使って私はね、1万4000ページ以上、4000サイトか以上作ってきました。1万サイトを超えたあたりでジンドゥの方に私は連絡しましたね。私が多分日本で一番ジンドゥってサイトを使ってますというふうな形で、で、未だにジンドゥには申し訳ないですけども、1円も払ってないですね。でも多分ね、最もジンドゥが好きなヘビーユーザーだと思います。そしてジンドゥで作ったサイトを今まで最も多く売ってきました。それこそね、100名以上の方に私の作ったサイトを売ってきましたね。なんか感慨深いですね。それはね、そのぐらいやったら上手になりますよ。で、私がホームページを売った先ってのは、ホームページが作れない方とか、作れるんだけども時間がない方ですよね。で、ネットビジネスってそういうふうに、自分よりも何かしかの理由でね、知識がないとか経験がないとか時間がないとか、何かしかの理由で、私よりも、やっぱできない方に対して、まあ、商品の提供したり、それから教育を施したりとかね、そういうことしましたけども、まあ、考えてみれば当たり前ですよね。まあ、ですんでね、こういうふうに多くの方思うかもしれません。私はまだネットビジネスの初心者なんで、人に教えるなんてできませんと。果たしてそうでしょうか、ね、ネットビジネスの初心者でも電源の入れ方は分かると思うんですよ、ね、どのパソコンを買えばいいか分かると思うんですよ。 Windows って何ってちょっとね、分かると思うんですよ。検索ってしたことあると思うんですよ。コピー&ペーストしたことあると思うんですよ。っていうことは、その初心者という経験は、初心者でもない人に対してはコーチができますよね。それを有料にするか無料にするかはもうあなた次第なんですよ。田舎のおじいちゃんにパソコン教えてあげてもいいと思うんですよ。パソコン教室に、通ってもらうような感じでね。で、今回の動画で何が言いたいかってことなんですけども、自分にはまだまだって思う必要はないってことなんですよ。必ず自分でも助けれる人がいるんですよ。こんな自分でも助けれる人がいますね、いると思いませんか。で、なんでそういう人がね、周りに思いつかないのかっていうと、あなたが
集客してないからなんですよ。いや集客ってなかなかできないんですよ。じゃあ集客じゃなくていいです。それはですね、ブログを書いたり、今で言ったら YouTube の動画をたくさんアップロードすることなんですよ。そうすると目立ちますよね。それはね、10個や20個、100個や200個のサイトでは流行りません。でもどん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 作っていくと、やっぱりね、そのサイト動画がいっぱいあると、それ自体が SEO 効果を出して、やっぱり目立っていくんですよ。でタイトルにはタイトルタグっての入りますから、今トレンドなねワードを使っていくと、これまたね検索にかかりやすくなるんですよ。でそういった仕組みが入ってますんで、作れば作るほどあなたの動画っていうのは人に見られるようになります。見られるようになると、やっぱりね、動画を見る人って何がしかの問題解決をしたいとか、何かのヒント欲しいんですよ。じゃあその中であなたの動画が目に留まりました、おお、これはちょっと参考になるな、ヒントになるなと思われれば、もうあなたの勝ちですよ。あとはあなたがセールスをするだけです。もちろんセールスっていうのはうまくいくときとうまくいかないときがあります。ですんで100回セールスして100回売れるってことはありません。でも確実にあなたの収入には向かっているんですよね。あとはもう数の理論ですよ。というよりも最初から数の理論なんですよ。たくさんやると目立ってくる。目立てば自分のことに気づいてくれる人もいる。で気づいてくれた中でスキルを教えてほしいという人が必ずいます。そういう方のために働くことによって売り上げっていうのができていくんですよね。私はね、繰り返しますけども、麻雀の親父ですよ。私が教えれるものって麻雀しかないと思ってました。でも今全く人に麻雀を教えることもないです。自分自身でやることもないです。でもネットビジネスに関しましては、まあね、そうですね、麻雀界に30年いて麻雀界の重鎮になっても儲かりません。でもネットビジネス界わずか1年2年、いや言ってね3年4年いるだけで、もうねライバルはいなくなってます。ということは重鎮なんですよ。本当にこんなもんです。ですんでね、このスピードの速いネットビジネスという業界の中にもし興味を持って参加したんだったら、やっぱりねやってほしいなと思うんですよ。でやっていくと、きちんとやっていくと、そこまでできない人はどん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 離脱していきます。もしくはあなたの生徒になりますね。ですんでずっとやることだと思うんですよ。そんなにね恐れることはありません。自分になんかできることがないと思う必要はありません。まあ、それでもね、そんなに自信のないあなたにも教えてくださいっていう人は必ず現れるんですよね。という形で今回は、まあ精神論みたいなものになりましたけれども、今お話したことは事実です。まあ、ですんでね、諦めずにやってみてください。そしてね、諦めそうになったらもう諦めてください。それでいいんじゃないでしょうかね。だって自分の人生、自分で思うように作れるんですよ。諦めるっていう人生を選ぶんだったら諦める人生も作れます。諦めないんだったら諦めない人生も作れます。どっちがよりあなたの理想に向かうのかっていうのはもう想像にお任せしますよね。私はやる方で結果を得たということですけどね。以上です。